こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は、ついに来ましたね。逆境9の最新情報を皆さんにお伝えできればいいかなと思います。この、右側に多分出てるかな。逆境9の全力学園高校編のイラストがしっかりと来ていますね。もうすごく楽しみです。3月15日に実装されるみたいなので、僕も札幌でなんとか当日にガチャと、サクセス初見会ぐらいはしっかりとやって、で、まあ、その日中の時間超えられれば、あと夜いくらでもやれるので、まあ初日は頑張りたいなという感じでございますね。で、いくつか画像を拝借してきているので、それを皆さんと見ながらやっていければいいかなと思います。ハイブだ！ということで、僕は、原作見てないです。この動画の撮影が終わってからちょっと、パラパラと見始めようかなと。あとは飛行機の中でパラパラと見始めようかなという感じですね。で、なんとかこう、サクセスしてる時にちょっとぐらいは話せるようになれたらいいなという感じはしています。かなり熱い高校みたいですね。パワプロ TV 見てたんですけど、ご主人公の福津投手くんが逆境が大好きと。逆境が大好きっていう人間もすごいなと思いますけど、まあ本当にこういう厳しい戦いを乗り越えていけるような、まあ、強い精神力を持った主人公みたいですね。で、いきなり校長先生に敗部勧告をされるというところで、で、この後に、強豪高校の日の出高校だったかなと、1ヶ月後に対戦して勝ちますと。いう感じの宣言をしていました。そして次に、全力学園高校のシステムについて、パワプロ TV で言及がありましたね。で、まず、逆境ゲージというものですね。体力や経験点が減少したとき、病気や悪い特殊能力を獲得したときなど、逆境に直面することで逆境ゲージが上昇する。逆境ゲージが 100% になると男の魂充電完了状態にとなりますとチームメイトのやる気が全員絶好調になると。で、この逆境ゲージを使いながら後々出てくる、全力練習ですねの話と絡んでくるのかなと思います。まあ、とにかくこのゲージが溜まるとチームメイトのやる気が全員絶好調になりますよというところまでしか今のところは分かってないという状態ですね。で、このチームメイトやる気全員絶好調になると何がいいかっていうのが次に来るんですけど、全力学園高校のシステムの全力練習ですね。練習するチームメイトが2人以上が全員絶好調の場合、全力練習になります。で、一緒に練習した人数に応じて練習経験点にボーナスがつきますよ、というところで、今はアーサーとニジタニとモブが絶好調で全力練習になっていて、まあ、大体倍ぐらいですね。おそらく。取得できる経験点の倍ぐらいが入るイメージなので、やっぱりここも変化球固め、まあ、ピッチャーだったら変化球固めが強いんじゃないかな、というのは、まあ、思うところではありますね。なので、また、アーサーが入ってますけど、ルシファー入れたりとか、まあ、いろんなところで、まあ、やりとりできるのかな、という感じはしています。あとは、精神補完するのに精神キャラ入れたりとかね。体力もまあ、それなりに重要かなと思うので、そういうところは大事ですね。で、おそらく、取得できる経験点の倍の経験点が全力練習でつくものだと思われます。で、一つ、まあ、見てると、ちょっと細かいところなんですけど、セクション3で、練習経験点、練習のレベルか。が結構低めなので、どうなんだろうなって。練習の点数自体はそんなに伸びるのかなっていう印象はありますね。そして、やる気パルス。主人公と一緒に練習したチームメイトはやる気が上がると。うまく組み合わせて全力練習を目指そうというところですので、まあ、多分言霊とかいろんなイベントで、チームメイトのやる気は全力練習中でも下がるのかもしれませんね。この辺はまあ本当に推測でしかないですけど、まあ、全力練習を維持するのにチームメイトのやる気が重要なので、まあそのあたりはしっかりと意識してやっていくのが大事になるんじゃないかなと思います。で、もう一つですね。
全力学園高校のシステム言霊コマンドと、所持している言霊を使用することで様々な効果を得ることができます。言霊は特定のイベントや榊原監督と一緒に練習した時に入手可能です。特定の言霊の発動で超特殊能力の入手元で、今のところ分かっているのが、一流は一流を知る、チームメイト一人につき全経験点8と、やる気不調以下ですね。これでも結構ないんじゃないかな。どういう感じなんでしょうね、ちょっと分かんないですね。チームメイトのやる気のこう上限、まあ、上下がどういう形になるか分かんないので、なんとも言えないですね。そして、背に腹は変えられる。体力60、やる気マイナス1。無理が通ればか。道理は引っ込む。全員のやる気と、使用ターンの怪我率 0% というところなので、まあ本当にこの言霊コマンド、逆境ゲージ、全力練習、これをうまく噛み合わせながら、まあ、やっていくような高校になるのかなというイメージですね。あとは、金徳が何個取れるかというところと、この逆境ゲージの溜まり具合、まあ、どういうイベントでどれくらい溜まるか。で、そこが、ま、非常に重要になってくるのかなと。そこが、ま、大したことないと、正直、ちょっと運用難しいかなと。まあ、今のところ第一印象では、ちょっとま、難しそうかなと思っていたりはしますね。はい。で、新キャラのイベントもありましたと。不屈闘士、必殺火消し人、代打の神様、エースキラーと、オリジナル変化球の男玉と、なんか顔ついてますね。この辺も原作見るとわかるみたいなので、ちょっと触れたいなという感じですね。で、イベント報酬キャラの萩原亮と、新しい金属ですね、完全燃焼と。何の上位なんでしょうね、この辺もすごく気になるところです。で、野手だと伝説のさよなら男と、まあ、ピッチャーの二人は強いでしょうね、おそらく。で、関係もライバルということなので、不屈闘士がそれなりに強ければ、萩原くんも、まあ、強いんじゃないかな、という予測は立ちますよね。まあ、筋力じゃないや、球速とメンタルっていう、ちょっと特殊な練習だったと思うので、得意練習が、不屈くんがね。まあ、どういう感じになるのかなと。まあ、多分精神ボナーしかもう入れようないと思うので、それだと。まあ、精神ボナーあたりがつくんじゃないかなと思いますけど、まあ、あとはテーブル次第かなと。さすがに、金徳は、おそらく確定だと思うので、まあ、その辺でどういう感じなのかなという印象ではあります。萩原くんもイベントのキャラということで、今回の春の甲子園の、報酬になるんじゃないかなという感じですね。そして、新屋敷明と月田明子ちゃん。新屋敷の方は、なんか、話を聞いてると、デートしまくっちゃうっていうキャラみたいです。意気揚々と独身術というところで、まあ、サイリーの唯一金徳が、ここで崩れたなっていうところではありますね。で、まあ、特練習何になるかとか、まあ、金徳がどういうものか、テーブルがどういうものかで、だいぶ変わるので、今のところ、まあ、唯一金徳、まあ、サリの唯一金徳が崩れたぐらいの印象しかないです。まあ、強いのかな、弱いのかなっていうのは、正直実装されてみないとわからないところはありますね。その一方で、まあ、月田明子、マインドブレーカーと。これは確定だったら、割と、こう、いろんなデッキの構成が、まあ、ダンジョン高校は変わるのかなという印象です。正直、他の高校は角田一択の、まあ、時代はまだ終わらない。まあ、コントロール上限アップ、もしくは他の上限アップが来ない限りは、スタミナですね。の上限アップが来ない限りは、なかなかこう、角田以外を刺すっていうのは難しいかなと思っているので、まあ、月田明子ちゃんが、まあ、マイブレ確定だったら多分持ってないと思うので、まあ、その辺を考えると、まあ、使うとすれば、二股以上の、彼女を、構成をするダンジョン高校とかに限定されてくるのかなと勝手に思っていたりはします。まあ、実際のところはやってみないとわかんないですね。はい。そして野手の方もガブリエルの祝福が、月田ちゃんにはついてますと。うん、ガブリエル本気でいらない子になったね、これで。唯一金徳も崩れたので、ガブリエルが使うような場面っていうのは正直もうなくなってしまったかなという印象ではありますね。そして気になる、相手打者の能力を下げる
イベント言霊ちょっとわかんないですけどね、この辺は。だから原作を読むと、なんとなくわかりますよっていうコメントが、谷口さんからあったので、まあやっぱり原作を読まないとちょっとこう、より深く物語に入っていくのは難しいのかなという感じでございます。そして最後に、サクセス中に稼いだ経験点を確認できるようにしてほしいと。これ、実装決まったみたいなんで、割と大事だし、まあ自分的にも個人的にも、まあ嬉しい情報だったかなと思います。まあ大体以上ですね。はい。で、簡単にざっくりまとめてみました。で、パワープロ TV の動画も多分上がると思うので、しっかりと全部概要を見たいよという方はそちらを見ていただければいいんじゃないかなと思います。僕が見た中でこうざっくりとこう大事なところを抽出して動画を作ってみました。ぜひぜひご参考にいただければいいかなというところと、15日から新高校皆さんと一緒に頑張っていければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。